ということで、本の紹介がこれです。はい。はい。今回は、ヒルビリーエレジー。うん、これはね、ケンタッキーのジャクソンっていう町で生まれた、はい、この J.D. バンス君、バンスさん、うん。お母さんがアルコール中毒、麻薬中毒で、ひどい目に遭うの。で、おばあちゃんに育てられて、まあ成績はそこそこ優秀だったんで、ある日、本当に勉強を始めるんだよね。うん、で、ケンタッキーの州立大学に行くより、東部に思い切って行ってしまって、IB リーグの奨学金をもらった方が、はるかに安く勉強ができることに気がつくなる。なるほど。そして、最後は、イェール大学のロースクールに行って、弁護士になるっていう話なんだけど、その彼が、ふるさとの街とか家族のことを書いてるの。その想定がいいな。かっこいいよね。うん、うん。で、正直言って今、アメリカでは、中年の白人だけなんだよね。平均寿命が縮んでるのは、どんどん早死にする。ありましたね、その話に。理由は3つです。自殺、麻薬中毒、うん、アル中、この3つなんだよ、うんうん。だからそれぐらいみんなが絶望するような、その貧しい中西部の暮らし、白人の暮らしっていうのがね、身につまされたわかります、うん。こういうのを読むと、いやー、アメリカの分断ってちょっともう治んないよなっていう気がする。すごいですよね、そんなね。うんでも面白いよ、すごい。ちょっと興味深いですね。うん。あ、こんな世界があるんだってよくわかる。なんか映画もあるみたいですね。そう、これ映画化されてるんだよね。あ、そうなんだ。うん。見てみます。うん。いや、でも面白いよ、ほんと。家族がめちゃくちゃだと大変だね。ねえ、そうですね。うん。なんか、最初に社会っていうものを学ぶのって家庭じゃないですか、多分。そうだね。うん。だからそこが、どんな風な社会の中で揉まれていくかでやっぱ価値観変わってきますしね、うん、なんか関係あるよね、そうね、うんうん、と思いますね、本当ね、だから日本もなんかでもだんだんとこの分断の感じが出てきてるじゃない、出てきましたね、特にネトウユ的な人たちはね、うん、もうすごいからね、うん、もう韓国も中国もやっつけるみたいなことを普通に書いてるじゃん、本当ですよね、うん、そんなことできるわけないのにさ、なんか頭なんか韓国で作ったものは食べるなみたいなこと言われましたよ、うん、そうなんだ直接言われた、直接言われた、結構直接に的にそういうこと言われることもある、韓国料理好きだから、うんうん、それはあれなの、ネットフリックスのドラマとかの話もできないんだ、じゃあ、韓国ドラマの話とか音楽の話とかもできないですね、うん、僕も音楽は別に大していいとは思わないんだけど、うん、ドラマや映画は素晴らしいよね、うんうんうん、そうですね、だから心苦しいですね、本当、うん、いやでもなんかな、その世界の分断みたいなことに関してはちょっと考えておいた方がいいかもしれないね、うん、それは日本でもこれからさらに起きてくるので、うん、なんかねコロナ前までも言われてましたけど、正直その時は本当に来るんだろうかって思いましたけど、うん、やっぱりなんかもう香りがしてきましたよね、してきたね、うんうん、特にやっぱりその格差の激しさっていうのがさ、いや実はね、うん、今回ほら中国で巨大な不動産会社が潰れそうなんて話があったじゃない、ね、はいはいはい、で上海って1年間の平均収入はまだね日本よりかなり低いの、200万円ちょいなんだよね、平均だと。かなり伸びたイメージありますけどね。うん。で、まあ平均すると、まあそれぐらいなんだけど、うん、ところが、まあちょっと広めの中古マンションの平均価格が1億2500万なんだって。ああ、聞いた。超高いんですよね。ってことは、僕たちだったら中古マンション買うのに3億円用意しろって言われてるのと一緒だから、うん、そんなの考えるとね、やっぱりどこかでバブルを止めないといけないっていうふうに、中国の当局が考えてるのも分かるよね、うんうん、すごいな、うん、まあ、じゃあちょっとそういう意味でも、ね、ヒルビリーエレジーですね、そう、でもやっぱりこういう外国の本だとさ、はい、前回紹介した羊をめぐる冒険ほどみんなが食いついてこないっていうのはあるよね、いや個人的には個人的には読んでみたいですね、私も個人的には読んで、でもそのアメリカのその雰囲気がなんか、うん、いろいろ僕も週もあって、それこそちょっと一、うん、回壊滅した デトロイトとかもその後ちょっと元気出始めたぐらいので寂れたとこと両方見たんで、うん、まあ今の話とちょっと違いますけど、本当アメリカって州によって全く違うじゃないですか、うんうん、だからなんかその本読んでちょっとまた感じたいっていうのがいいんですけど、不思議ですよね、でも日本はどうなんだろうね、うん、僕たちほら仕事で地方に行ってもさ、意外とやっぱりそこの都市しか回んないじゃない、うん、大分市と別府市しか見ないとかさ、ね、福岡
しか行かないとか、うんうん、ね、鹿児島だと鹿児島市になっちゃうんで、もうちょっと地方を見ないといけないよね。日本でも当然いろいろ出てきてる、うん。いや、正直言って僕たちのこのおとらじだって見てるの本当に都会に住んでる人間だけじゃん。まあデータ見ても、そう、多いですよね。そう。なので、もうちょっとなんか、日本のなんか地方だったり、いろんな土地のことも見とかないといけないなとは思うよね。これは直接テーマでかどうかわかんないけど、そういう意味でもちょっと知っといた方がいいかもしれないですね。うん。はい。ありがとうございます。はい、さあ、ということで、また来週お目にかかれるのを楽しみにしています。はい。それではごきげんよう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。